は日本のシンガーソングライターである。中学生の頃に見た尾崎豊のライブ映像に刺激を受け、作詞を始める。高校進学後にギターを購入してから作曲も行い、本格的な音楽活動を開始する。2017年、ファーストミニアルバム、エモーショナルウォーター及びファーストシングル、メインアクターをリリース。渋谷、札幌、仙台、名古屋、大阪。 広島、福岡のタワーレコードにて限定販売された。同年8月24日、渋谷エグメンにて初のワンマンライブを開催。10代でワンマンライブを開催するという夢を実現したことから、エモーショナルウォーター、マイティーンフィナーレというライブタイトルであった。アニメ音楽レイベルフライングドッグが主催する第2回フライングドッグオーディションでグランプリを受賞し、 2018年2月21日、渋谷エグメンにて開催した2度目のワンマンライブ、エターナルブルーにて、同レーベルよりメジャーデビューすることを発表。さらに同ワンマンライブの追加公演として、初の大阪公演を開催することを発表。4月1日には、南堀江ネーブにて、初の大阪公演、エターナルブルー、大阪追加公演を開催したが、 メジャーデビューに伴う悩み等から最後まで歌い切ることができない結果となった。そのため8月18日に同会場にて再公演を開催することを決定。8月18日に行われた再公演のタイトルは前回のライブでの失敗の公開からエターナルブルーネバーフォーゲットエイプリルと発表された。2018年夏のツアーライラックを開催。 自身にとっての初のツアーであり、名古屋、仙台、福岡、広島、沖縄、札幌、渋谷の全7会場を回った。ツアーファイナルとして、9月9日に渋谷クラブクワトロでワンマンライブを行った。9月3日、FM 北海道エアージーのマリアルにて、初のラジオ制出演。10月8日開催のザグレートサツマニアンフェスティバル2018に出演。 初のフェス出演となる。11月3日4日に、渋谷エグメン及び渋谷 WWW にて、2デーズワンマンライブ、雨を待つ、を開催。当初、この2デーズワンマンが、メジャーデビュー前最後のライブであり、いろんな感情的意味でのラストライブと報告されて、いたが、応募が殺到したため、急遽、大阪にて、同ワンマンライブの追加公演が決定。12月4日、 大阪ミューズにて、雨を待つ、大阪追加公演の開催が予定されていたが、本人の体調不良により本人、スタッフ間で協議した結果開催中止となり、当日の物販のみ開催された。2019年1月放送開始のテレビアニメ、ドメスティックな彼女のオープニング主題歌、河木をメクを担当することが決定。本人は、他とは違うのよって感じを見せたいとき、 そんな時があったなと書きました。それがなぜかはわからなかったのですが、結局そんなことしてるとなかなか幸せやってこないなと気づきましたと語っている。2019年1月30日にメジャーデビューシングル、河きをアメクをリリースし、オリコン週間デジタルアルバムランキング1位を獲得した。2019年春のツアー、河きをアメクの開催決定。 メジャーデビューして初のライブであり、初のワンマンツアーでもある。福岡、広島、仙台、札幌、渋谷、名古屋、大阪、沖縄の全8会場を回る。ありがとうございます。